か全部終わっちゃった俺。後悔しないように勉強準備はしっかりな。あ、両手剣マスタリーだけだから行くか。この先だっけ敵いいのかなこれでいいか。ちょっと待って、真面目にやってないぞ俺。死んでもここだから、ね、絶対やっぱボスだよ。みんな来るんじゃない。ヤクモだけじゃなくイベントか。最近ちょっとやってなかったからな。ゆるキャンばっかり見てて。うやる敵あれ V とかの逃げてます。うわない威張っていくぞ。おう、なんか攻撃された。おう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 、なんなのこいつ。俺スタミナ足んないのかも。うお、何そっからやってんの。何もしない、こうやって何もしないで、技も何もなかったけどいいのか。ヤクモ、あれ？ヤクモと会話するのどうしたらいいんだっけ？忘れちゃった。会話はあそこでしかできないんだっけ？あれ？この先なんかあんのかな？え、あ、こっからか。血類の泉か。ああ、こっから本当の、あ、ほんとみんな出てきたもん。あ、こっからイベントか。あ、今のは何？ボス前の中ボスってことか。あれはメガネどうしたんだ。メガネしてる。さあ、いよいよ。まあいいか、ノーダメージだし。回復したもんね、さっき。それで、次はどこに連れてってくれるんだ？どこ行くんだよ。何これ？どうした？ここの地脈は、旧市街地に繋がってるらしい。はぁ？ちょっと待てよ。地脈は旧市街地からここに繋がってたはずだろう。ええ。どういうこと？敵は？敵。歌か、音楽だ。おい、見ろよ。あ、なに、あ、なになに、あ、セーブすればよかった。次なに、なにかな、なんだろう。やったな。あー、今のやつ倒したんだからセーブしとけよかった。あ、ほら、いたよ、ほら、ほら、こいつだよ。あれは。何これ。人か、強そうだな。間違いねえ。気をつけろ。ハンターだ。一緒にいる女は仲間なのか。あ、歌ってんのか、こいつが。彼女ってこと？おう、なんだこれ。バラの女か。胸でか。うわぁ。うちの白い服の女と同じぐらい。うわぁ。これで。
これと戦うんだ。何？事情は分からねえが、女から手を離せ。そうだぞ。助けろ。助けるよ。こいつイオタンと同じか。胸でっかいもんね。うわ、やば。やば。なんだ？どうした？消えた。どうなってるんだ。え？え？ボス戦は？おい、ボスは？やばくねこれ。え？ハンターはここで。これか。あったあった。なんかあった。赤い結界に歌う闇の探求者。わからないことだらけだぜ。わかんない、本当わかんない。どういうこと？なんでお前会話してくるんだよ。え？やばい。あれ？ボスが消えた。あれ？ルイもいない。な、どうしたんだよ。どうしようか。あれ、なんか忘れ物あるか。ほとんどこちらに行った後すらない。歩いた後すら。こんな辺りだっけ。ここでなんかちょっと殴っただけで終わっちゃう。あれ、あれ、俺なんか忘れてんのかな。やべえ。早速登ってみようぜ。でも登ってもあの雑魚い敵しかいないじゃん。その拠点に帰ろうぜ。ルイに話聞かないと。何？だってもう行く先なくなっちまったよ。積んだかな。何ミスったのかわかんねえよ、これ。これ。3日間ぐらい真面目にやってなかった。どうしたんだろう。これ攻略メイドわかんねえよ、もう。行く先ないよ、でも。はい。ちょっと。あれ？あ、イベントあった。これか。女の子じゃん。いや。弟が死んじゃったやつ。ニコラ！そこにいるの？おう。行ってくるね。弟死んじゃったよ。待って、私も一緒に行くから。おう、行けよ。あんまり寝坊しちゃダメだよ。あ、これ知ってる。雪みたいなとこ行ったやつ。おう。どこだよ。ここにワープしたのかな。あれ、ここはどこ。どこ、こいつらに会ったとこ行ったけど道なかった。待って、こんな雪道に行けるとこあったっけかな。3回ぐらい行ってんだよ。あ、坊や。ミアは僕が守るから。待って、ニコラ。分かんなくなった。いや、もう完全に分かんねえ。お。俺こいつやんの、このプレイ。あ、夢か。あ、そうだ。うちに来て寝てるって言ってたんですよ。忘れてた。お前が主人公か。夢。おう。目が覚めたってことか。これ広いんだな。あ、村雨ちゃん。
これ弟の帽子だ。でも今のは。じゃあこれなんか続きがいけそう、いけるとかできそうだな。よかった。おお、スノーマウンテン、そこか。この場所行ったことないな。オッケー。しかしどうなってんだ、肝心の地脈がどこもかしこも旧市街地に流れてるなんて。少なくとも源流への鍵は旧市街地にある。それは間違いないだろう。旧市街地ってもともとのとこだろ。けどよ、行けるところは全部。いいえ、まだあるわ。お、こいつが知ってんだ。旧市街地に女神像があるのは知ってる？知らん。あれにちょっとした仕掛けがあるの。なるほど、そういうことか。おい、しっかりしてくれよお前。お前もう歩き回って平気なのか？もう大丈夫。迷惑をかけてしまってごめんなさい。何かお返しができればいいんだけど。今の情報で十分すぎるくらいだ。やっぱこいつ仲間になるんだな。あなたたちにお願いがあるの。ここに行く方法を教えてほしい。埋め合わせは必ずする。お願い、どうしてもここに行かなければいけないの。おう、これはヤクモ。教えてやりたいのは山々なんだけどな。具体的な道筋はまだわからない。正気に閉ざされた先にあるというくらいしか。まだ行けないんだ。そう、ごめんなさい、急に変なこと。喧嘩に巻き込まれている。方法がないわけじゃないぜ。こいつのおかげで俺たちは正気の先に進むことができる。一緒に探索を続けていけば雪の降る山に続く道を見つけられるはずだ。じゃあ一緒に行こうと。まずは俺たちの目的に協力してもらうことにはなるけどな。どんなことでも協力するわ。それで、あの場所に行けるなら。交渉成立だ。よろしく頼む。あ、じゃあ行くとこ見つかってよかったわ。女神像。こちらこそ。ゆいちゃん、ボス戦なしだ。よし、これで決まりだな。うん。今日からお前は俺たちの仲間だ。ミア。仲間？俺はヤクモ。こっちの偉そうなのがルイ。でもって、あれ、村雨とイオはどこ行った？君さえ良ければの話だが。ありがとう。そういえばまだ名前を聞いていなかったな。まだみんな名前ミアって知らないんだ。ミア・カルンシュタイン。カルンシュタイン。戦う力はそれなりにあるつもり。ああ、ヤクモへの一撃は見事だったな。まったくだ、ひどい目にあったぜ。久々に胸が小さいから。よろしくな、ミア。小さい。俺は小さいんだ。よ。いや、小さいの作りたかったんだよな。もともとはハレンさん作ろうと思ったんだ、これ。ハレンレーナに全然似てない。いた、よ。こいつは胸でかいんだよ。下の倉庫みたいなとこか。あ、違うわ。お店だ。終わった、終わった。全員分の装備、しっかりメンテナンスしといたよ。サンキュー、村雨。いつも無茶言って悪いな。今度こそ、血類の源流が見つかるかもしれないんでしょ。報告、楽しみにしてるよ。これだけの品揃え、あなたが一人で集めたの？
あ、元気になったんだ。あなたのこと気になってたんだ。多分同い年くらい。よかったら友達になろうよ。あ、そのなんさ、そういうやつなんだ。適当に流してくれればいい。笑ってたね。こらこら、イオちゃんには必要ないでしょ。怪我すると危ないんだから。そうそう、むやみに戦場に出るもんじゃないぜ。家で待っててくれる仲間がいる。それだけでもこっちは嬉しいもんだ。ヤクモが悲しい目をしています。ヤクモ泣いてんのか。ああ、もう二人してそんな目で見るな。大した話じゃない。あの男知ってるのか。大事な仲間、家族みたいな奴らだ。エミリー、大崩壊でチリチリになって以来、リキ、どこにいるか、生きているかどうかもわからないが、ずっと探してる。リキは死んだよ。知らない場所へ行くたびに。何にしても俺は恵まれてる。俺がレヴナントとして目覚めた時、ひどい拒絶反応が出てな、ロストになりかけて地獄行きは目前。そんな俺を引き取って看病してくれたのがあいつらだ。まったく物好きもいたもんだ。俺はどんなことがあったってあいつらを守る。ああ、ルイに助けてもらったってことか。俺にとって仲間ってのはそういうもんなんだ。まあ今は面倒を見る奴が三人も増えちまったから大変だけどな。ほら、だからもう心配すんな。へえ、珍しくご機嫌じゃないか。俺のことか。あんた、いつも死んだ魚みたいな目してたからね。今の方がよっぽど生きてるって感じがするよ。そうか。よかったじゃないか、いい仲間に巡り会えて。いい仲間か。なあ、そうだな。次は雪か。あ、雪じゃないか。女神んとこか。